ますよね、まあ、このカードに限って言いましても昨日も一昨日もまあものすごい壮絶なゲームだったんですが、いやーこれはどうかな、ええおりますね、天谷スーパー、広島東洋カープに2人目のスパイダーマンが現れました。マツダスタジアムスーパープレーが再び生まれました。じーっと見といてくださいよ。もう完璧にスタンドインかと思いきや、ちょっとこうエビ反るようにして使いました。本人も斉藤はもう斉藤はもうホームランと思ってたでしょ。ではここでですね、もう一回天谷のスーパープレー見てみましょう。もう打たれた瞬間は斉藤はこの表情でした。別角度、いやまあ、本当にその心情の変化といいますか、この時何を思ったっていうのが手に取るように分かるような斉藤佑樹の表情の変化でした。そしてなんといっても斉藤投手8回天谷選手のスーパープレーが生まれました。いや、まあ、赤松さんの時も僕だったんで、まあ、そういう意味では、持ってるかなと、はい、もう斉藤投手完全にあーという顔をされてましたよね。いやもう入ったと思ったんで、天谷さんが取った時は全身しびれました、はい。さあそんな支えもありながら見事プロ入り初完投勝利です。斉藤投手、先ほどの言葉にもありました通りご自身苦しんだと言いますが、この一勝ですね、今後大きな一勝になるんじゃないでしょうか。そうですね、もう本当にファンの方にはがっかりさせてたんで、まあ、残り試合少ないですけど、できるだけ多く勝っていきたいので、また足を運んでいただいて、応援お願いします。見事プロ入り初完投勝利を収めました斉藤佑樹投手にもう一度大きな拍手をお願いします。